黒沢がね、もう、そらからちゃんのことね、そらかちゃんね、そらかくんとかね、間違えてたけどね。最初、名前なんだっけ、あ、そらかちゃんねって、あ、そらかくんだ、みたいな。いや、ちぎえのがいい。そらからちゃんだよ、あれ、そらからちゃんじゃん。ちょっと、たびたびそらからくんって言ってたし。なんで、性別変えんじゃねえ。いや、ここ、最初男のが、男だったの、マスコットが。そらからくんだ。性転換したんでしょ。性転換したのあれ。そう。これだってボールペン持ってるもん、そらからくんのボールペン。それさ、あれオスバージョン持ってるから。それさ、お前勝手に作っただけだ。これでもあれ高校に持ってきてたよ、そらからくんのボールペン。そう。確か石村にはあげた。お前もそらからの仲間かよ、石村。あげるわ、そらからって。以上。あ、今切っちゃう？切らない。切ろう？はい。切ろうな。あれっすね。あの、東京タワーの時はさ、半端な高さだからさ、星野では怖いかなぐらいでさ、6枚ぐらいでさ、一周回ってな。東武ワールドスクエア、私、カス。さあ、毎度毎度こういう展望台に来た時に恒例、君がこの景色で一番好きな建物は何のコーナーです。やってるね、実際。やったね。星野決まってるじゃん。え、決まってる、この景色の中で、うん、あるよこれ。じゃあ右京さんの思うやつ。星野が好きなの東京ドームでしょ。そもそもそうだろ。さあどうだろうね。決まってるやん。大学の辺かな。めっちゃ見て、めっちゃ見て。大学の辺かな。決まってるんだもん、そもそも。もう聞くまでもない。じゃあ星野、実際はどれ？どれ？星神に AP。そう。本当に？決まってる。全然決まってる。あれ、黒さん。何？ミスったよ。いや、星野はあれだよ。あれか。うん、なんだろうなと。黒さんどれ？黒さんはどれ？そう、黒さん。これ、うんち。うんち隠れてるね。ちょっと隠れの星がミニ AP、工藤うんち、吉田一軸製薬。あそこに川一直線沿いを使って流しそうめんしたい。やる、うん、ちょうどいい高さで、ちょうどいい大きさでここから見る。本当だ、できるじゃん。あそこから行くぞって流し、一瞬ソーラーパネルみたいな挟む。ソーラーパネル。それな。それは分かる。速攻分かる。一瞬で分かる。他のさ、サッカーとかだったらさ、すぐ分かんない。野球場はすぐ分かんない。形で分かんない。まんまやん。野球盤まんまやん。工藤んち、どう俺だ。あれ。俺、あれだと思う。
うんちくんの手前のあの釣り、あー、あれか、金色のやつ、あの一番でっぺん、くどんちくん、じゃあ俺その辺の森行く、正解は一番ちどう売れた、押し上げ AP、 でもほら、よく考えてみ、石村ってさ、ほら工藤ってギリギリまでさ、なんかさ、帰り道一緒だったじゃん。あー、そっか、ってことはうんちだ。あ、決まった、うんちがいたの石村んちだ。どうした、正解は、あ、オレンジ、違う違う、石村んち、おじ、工藤ちゃんも悪い決定だから、うんちの手前の高そうなやつ決定だから。石村んちね、ちょっとね改装中なんだよ。改装中、改装して建てるんで、改装してんだよ。わかんない、ほら、あの川の上移動してるのあれかもしれない、一番あれ移動型なの、引っ越しちゃう、うん、あれ移動型の、ね、もちろん車どう売れた？どれ？あれが？あれか。こちらのあれじゃないの？どれだよ、前の特徴言わないとわかんねえんだよ。こちらのあの赤い赤と白、そうそうそう、あれか、3台じゃねえけど、あれ全部星野の同じ車ストックしてるから好きすぎて、いや、俺この車種好きなんだって。俺ナンバープレートも全部書いてねえから俺あれかな、あそこ走ってる長っぽそいやつ、いや、もしかしたお前の車まだあそこにも走ってるから、あ、本当だ、あそこにもいた4台いんじゃん、今日探せ、もう1台いるはずだ。いや、多分ね、あれ、下にいる、ここの下にいる、下にいる、あれ、あー、あれか、お台で、お父さんの家の、あれでしょ、人 CG でしょ、CG か、うん、あれ、トミカとプラレールが共同制作したんでしょ、トミカとプラレールとシムシティだと思うよ全面協力のもと作られたんだと思う、すげえ、だってできそうだもん、ちょっとほら、あれシムシティっぽいもん、あ、本当だ、あれシムシティ、遠くまで見てみるとさ、インムのオープニングだけ一番私映る風景だね。あ、ちなみに東京タワーから撮った風景って言われてます。あ、そうなの、じゃあ進化してんじゃん、進化した、うん、なんかさ、こっちの方はさ、ごちゃごちゃしてさ、なんかゴミ置き場みたいな、あっちの方がラスボスがいそう、高い人ってポリーンと湧いてる。あ、ほんとだ、なんか帝国が帝国だらけやんけ、帝国だらけ、所詮法人はもういいや、あれ確かに 2AP 一緒に違う、一緒に違う、移動式、移動式石丸ちゃんがいなくなった、おい、早い、早くね、おい、なくね、待って、止まってんのあれ、え、でも違うくない、あれじゃない、進行方向が違うよ、謎、消えた、謎です、謎です、逆上がちんやろ、逆サイドが、あ、ほんとだすごいプールがすごい綺麗に見えんだけどプール超綺麗じゃねえ、こっちの海ができた、こちらあの学校みたいでさ、校庭プール校庭プール、あっちの建物なんですよ、ほら屋根が校庭でかい、でかい階段階段そのままね、やっぱり美術館の階段全然あの、あの気持ちじゃん、会える、岩井に形した橋があるんだ、
何あれ、歩行者用、何あれ、何の話、あれか、知らない、駆動大橋、駆動大橋、2年半前、多分あそこだろ、なんかあのグワーンってなってるとこがすごいさ、見覚えがあるんだ、あの辺の橋見覚えがある、そうだね、そうなると俺らはあの辺かもしれない、見たら、あああの辺か、あれは100回ぐらい、あれしてたの、でもそこら辺どっかがさ、ベンチがあってさ、あ、どうすっかってなったんだよ、あの辺かでしょ、あっちおむつ型の階段もあるよ、あ、いたか、さあ、おじんが一番好きな建物なんだ、あれどれ、ピンク、で、玉が乗ったガスあれか、T って2個買ったやつ、わぁ、ちょっとこちらこれやっぱ校庭がプールかな、校庭プール、校庭プール、あ、やばい、またクラスさん探しが始まっちゃった、だってクラスさんにさ、